今から畑先生のおパイセンいたします。どうぞ。じゃあ、触ってここの針がないのとこっちはあるのを思います。でちょっと今こっち上げちゃったら下がってるんですよ。そうだ、そうだ。反応で見ていくとこっちはこれなんで、おお。あ、膨らみますね。これでもう上がってるんで、そう上がってますよね。すごいすごい。高さとこっちの高さ比べたら上がってるよね。ないなりに上がった。そう。だけどこれをもっと豊富にやるって言ったら、今度はあの体の栄養が必要なんで食べ物を気をつけてもらう。などんなんがいいですか。何を食べたいんですか。それは内緒です。内緒？日本酒ですか。そうですね。愛があると、はいはいはい、相手から見つけない。やっぱりここら辺硬いと血流が良くないから。硬いですか。そう、大胸筋めちゃくちゃ硬いんで、この大胸筋の下にこの小胸筋があるんですよ。これ、痛い痛いですよね、ここにちょっと血液通していきます。ああ、なるほどね。循環良くないとね。そう、なるほど。でもう一回リコイルやっていくと、大胸筋柔らかくなりました。ここから胸ができましたよね。ないなりに上から、ないなりにでかかった。すごい、どんどん大きくなります。そんな感じで。あ、ありがとうございます。相手を見つけます。ありがとうございます。はい、じゃあ